いらっしゃい。さあ、こちらの椅子にお座りなさい。あ、はい。話に聞いてた通り、エキゾチックで神秘的な人だな。うん、それに顔が隠れてるけど美人の人みたい。どうしたのかしら。人の顔をジロジロと見て、順番待ちの人もいるからすぐに取り掛かりたいのだけど。あ、すみません。よろしくお願いします。ではその前に、まずはあなたたちの血液型を教えてもらえるかしら。血液型？ええ、正確に占うために必要になるものなの。もちろん無理にとは言わないけど。いえ、それくらいなら。俺の血液型は O 型です。キーアは確か B 型だよ。ああ、以前ウルスラ病院で検査したことがあったな。どうも。では今回は何を占うのかしら。それじゃあ、キーア、何か占ってみたいことはないか。キーアが決めていいの？それじゃあ、相性を占ってみたいかも。サイト？俺たちの職場で一緒に暮らしてる動物なんですけど。なるほど、いいわ。お嬢ちゃん、そのサイトとやらを連れてきなさい。すぐにでも占って差し上げましょう。本当？それじゃあ連れてくるね。すみません、なんだか変なことに。いいわ、なんだか面白そうだし。この人も結構変わってるな。それでは。その笑顔にて光をもたらす少女と、仲間たちを見守りし誇り高き狼、あなたたちには気持ちを通じ合わせ互いを尊重し合える絆が見える。今後何があろうとも狼はあなたを強く見守り続けるでしょう。私に見えたのはこんなところかしら。これからも一緒にいられそうだね。サイトも嬉しい？グルル、おありがとうございます。無茶なお願いをしてしまったのに。珍しい占いができて私もいい経験をさせてもらったわ。それに興味深い暗示も見ることができた。これからどうなるかはエイドスのみぞ知る、といったところかしら。占い師さん？何でもないわ。またのお越しを。占いってすっごく面白かったね。どうしてあんないろいろとわかるの？わからないけど、きっと相当な修行を積んだんじゃないかな。さてと、それじゃあ俺は一旦ここで。うん、またね。おう、俺たちの相性を占ってもらえますか？ええ、お安いご用よ。ロイド、相性ってお似合いかどうかってことだよね。キーア、ロイドとお似合いだといいな。そうだな、俺もそうだと嬉しいよ。それじゃあ占いをお願いします。わかったわ。
まっすぐな目をした青年と、その笑顔にて光をもたらす少女、彼女の存在があなたたちに勇気を与え、あなたたちは彼女を守るという強固な意志を持って絆を結ぶ。あなたたちが彼女を守る限り、決して絆は解けることはないでしょう。私に見えたのはこんなところかしら。キーヤ、ちょっとがっかりかも。え、どうしてだ？いい結果が出たじゃないか。そうだけど、ちょっと違うっていうか。お嬢ちゃん、この占いが全てではないのだから、嘆く必要など何もないわ。それに、今はヒナと親鳥のような関係だったとしても、ヒナはいずれ大きくなる。そして親鳥は気づくのよ、自分の子供が羽ばたけるようになっているということをね。そっか、うん、そうだよね。よーし、キーヤ、早く大人になる。よくわからないけど、元気が出たならよかったかな。それに興味深い暗示も見ることができた。これからどうなるかはエイドスのみぞ知る、といったところかしら。占い師さん？何でもないわ。またのお越しを。これが鏡の城か。テーマパークの象徴ともいえるアトラクションだそうだけど、なんというかすごいとしか言いようがないな。真ん中でくるくる回ってるあれって何なのかな。ああ、あれはプラネタリウムだな。幻想的な雰囲気を演出するための装置のようなものだと思う。へえ、なんだかすごいね。ああ、正直言葉もないくらいだよ。さすが IBC ってところか。そういえば、ここには願いを叶える鏡ってものが置かれているって話だったな。エリーが言ってた鏡のこと？確かお城のてっぺんにあるんだよね。ああ、ひとまず最上階まで登って探してみようか。ここが鏡の城の最上階か。どうやらあそこにあるのが話に出てた鐘みたいだな。鳴らすための紐も左右についてるね。エリーが言ってたのはあれなのかな。とすると、あの大きな鏡が願いを叶える鏡か。鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うんだよね。何をお願いしようかな。それじゃあ、まずは二人で、あの鐘を鳴らしてみよう。よし、次は上にある鏡の前に行こう。うん、行ってみよう。それじゃあ、早速願い事をしてみよう。この鏡の前でお願い事を言えばいいの？ああ、多分頭の中で願い事を思い浮かべるくらいでいいと思う。それじゃ、やってみよう。こんなところかな。願い事をしたの？まあ普通すぎてちょっと照れるんだけど、クロスペルをこれからも守っていけますようにかな。もちろんキーヤたち
支援課の仲間も含めてね。さすがロイドだね。そりゃどうも。キーヤの方はどんな願い事をしたんだ？お願いしたいのはいろいろあったんだけど、やっぱり一番は雫の目が治りますようにかな。ああ、本当に治るといいよな。雫ちゃんの目の手術はやっぱり相当難しいらしいけど。でもこの鏡にお願いしたら叶うんだよね。だったらキーヤ、何回でもお願いする。ああ、俺も本気でお願いするよ。本当に奇跡でも起こればいいんだけどな。ん？どうした、キーヤ？ううん、なんでもない。それよりロイド、もっといっぱい鐘を鳴らそうよ。なんだか元気があり余ってるな。また後でな。またね、ライド。ここってお化けが出るの？ワクワク、すごく楽しみ。さすがに本物は出ないだろうけど、雰囲気は楽しめると思うよ。それじゃあ入ってみよう。中を駆け抜けて風がビュンビュン当たってすっごい気持ちよかった。そこまで楽しんでくれたなら誘ってよかったよ。それじゃまた後でな。うん、後でね。キーヤ、揺れて危ないからゴンドラの中では座ってような。うん、それもそうだね。キーヤはしゃいちゃった。ねえねえロイド、てっぺんはやっぱりすっごい景色がいいのかな。ああ、俺も初めてだからまだわからないけど、きっと期待していいはずだよ。楽しみだね。わかったから落ち着いてくれ。うわー、高ーい。それに空が真っ赤ですっごく綺麗。ああ、いい時間帯に乗れたみたいだ。最後のチケットを取っておいて正解だったよ。誘ってくれてありがとう。あ、見て見てロイド、今お魚が跳ねたよ。ああ、あれは何の魚だろうな。さすがによく見えなかったけど。そういえば、ねえねえ、ここの景色とオルキスタワーからの景色どっちが眺めがいいの？うん、そうだな、高さで言えば断然にオルキスタワーだけど、こことは景色が全然違うから一概にどっちがいいとは言えないかな。なるほど、深いねロイド。相当テンションが上がってるな。ま、元気が出て何よりか。ひとまずは安心かな。あ、またお魚が跳ねた。そろそろ到着みたいだ、キーヤ。うん、オッケー。眺めがよくって
すっごく楽しかったね。ああ、俺も誘ってよかったよ。それじゃ、また後でな。